春姉さんの皆さん、関西学院大学へのご入学おめでとうございます。また今日までその成長のために愛情を持って育んでこられた保護者並びに関係者の皆様、心からお喜び申し上げます。新型コロナウイルスの影響で世界全体がその収束に向け英知を傾け、祈りと思いを合わせている中、関西学院大学も一人一人の命と健康を最優先に考え、感染拡大防止の観点から入学式を中止することにいたしました。本来は入学式で皆さんに直接お話しさせていただく予定でしたが、今回はこういう形で私からのメッセージをお届けします。世界また日本での状況も刻々と変化する中、今年度の授業開始までの時、大学や各学部からの連絡に従って準備をしていただくこととなり、通常とは違う形で大学生活の幕が開きました。ただその一日一日は関西学院大学の一員として、さまざまな出会いと経験をこれから共有していく貴重な時の始まりでもあります。思いがけない形での出発となりましたが、この経験も含めて今日から共に関西学院の歴史を紡いでいくことができることを心より嬉しく思います。昨年関西学院は創立130周年を迎えました。また誕生の地であった現在の神戸市立王子動物園とその周辺、当時原田の森と呼ばれた場所から大学への昇格を目指し、西宮上ヶ原キャンパスに移転して90周年の節目でもありました。そして本年は創立当初アメリカ南メソシト関東協会という組織が関西学院を単独で経営していたところに、カナダメソシスト協会が経営に参画し、そこからも財政的並びに人的な支援が始まり110年となります。その時派遣された宣教師の一人に、関西学院が現在その建学の理念の根幹としているスクールモットー、ナスタリフはサービスを提唱した CJL ベイツ宣教師がおられました。ベイツ宣教師はその10年後第4代院長となり、大学昇格に多大な貢献をされた後、1934年に初代学長に就任されました。関西学院が大学という高等教育を担う学校となった1932年、ベース宣教師はイエス・キリストが最初の弟子となる者たちに呼びかけた言葉、 Launch out into the deep、 沖に漕ぎ出しなさいという言葉を用いて、在学生、現役教職員だけでなく、関西学院に連なる全ての人々の誠意ある心からの協力を求められました。また同時にマグナニピティ、寛大さを究極の理想として挙げられ、それを身につけた人を社会に送り出すことが関西学院の究極のミッションであると述べておられます。今日から始まる新たな時の流れの中で、皆さんがさまざまな違いと出会い、時に戸惑いながらも自らの狭い価値観から解放され、寛大な精神を養い、この世界に存在する不要な垣根を取り除いていく一人一人になっていただきたいと切に願います。現在8つのキャンパス、9つの学校、11の学部、2021年度からは14学部になります。それを有する多様性に満ちた関西学院で、真の寛大さとは何かを問いながら、共に協力して豊かな時を歩みましょう。関西学院大学での一日一日が皆さんにとって良き成長の糧となり、喜びに満ちた時となりますよう心よりお祈りしております。皆さんの前に広がる無限の可能性と出会いに満ちた大会に向かって、 Launch out
into the deep。 改めましてご入学おめでとうございます。